というわけで今日はこの鵠沼スケートパークに来てます。しかもなんとこのガチムチメンツ今日はなんと俺ストトラなんですけど、実はこのバイクトライアルの日本のマジのトップライダー2人に来てもらいました。まず凌我、土屋凌我です。今年全日本選手権優勝と、あと世界選手権で8位になりました。やばいよな。やばい。でその隣が、はい、トム、26インチのプロフェッショナルライダーの塩崎トムです。過去の最高の世界ランクは7番でした。日本のトップの26インチライダーとして活動します。20、24、26、だから3種類揃ったな、奇跡的に。めったにないな、そして光、はい、宮野光です。ストトラ歴1年目修行中です頑張ります。でもストトラは1年やけどさ、あガチトラは、ね、まあぼちぼちやってました。ぼちぼちちょっとまあ保険かけんなよ、ね、でもこの今日はだいぶ異色なメンツで、しかもこの異色なスポットで、ちょっとどうなるかわからんけど、とりあえずまあ、はい、もう汗だくやしな、常にかましまくってるからどんどんかましていきますイエイよ。4回ぐらいミスってるから
ナイスです。さすがです。力んでんの見えた。いや、いいメンツです。やばかった。ガチトラとストトラのこのコラボ結構楽しかったね。楽しかった。ぜひ皆さん、
トムと凌我とヒカルのインスタ概要欄に貼っとくので皆さんフォローしてください。ではまた次のビデオで会いましょう。じゃあねー。レディーファイト。